横浜っぽいね、それで。絶対浜だね。お姉様いっぱいあるからね、そういうのは。こういうのは。ついに、来週、熊本に参る。しかし、その前にどうやら、この名古屋に、熊本城おもてなし武将隊が来ておるんじゃ。今日夫人が我が娘アマ、そして島津殿、この2名で参る。何か間違っているか。間違ってます。何故？3名来ます。誰だ？誰か思い出してください。背の高い人。なかなかの存在感。ちょっと思い出せないな。あ、そうそうそう、セリフ書いてた。まあこんだけ言っとるけどな、なんだかんだたまに嫌いじゃないって思うこと。現世に蘇ってから小西殿は非常に自由になられた。そういうところが正直嫌いじゃない。正反対じゃからな、やはり。まあそういうところを見て正直羨ましく思う時もある。しかしもう一人のわしが心の中で囁くんだ。それを認めてはいけない。ええにな、わしは今まで通りです。熊本にももう一人のわしがおるんじゃけどもな、二つに分かれる際にわしの方がな、優しい気持ちの方が多く持っている。ええ、そのようなこのものが葛藤が生じる。肌の色と髭は全部あっちが持ってるじゃん。家にこんな風になってしまったんだけど。その優しさゆえたまに小西殿が病みつきになってしまいそうな時もある。悔しい。まあそんな小西殿ともまた会える日が来週であるということで、非常にこの来週のこのモノログの力というのが演舞だけではないんだな。非常なさまざまな催しをやっておって、このさらにこの有名な現世のな、まあ、芸をする芸達者の者たちも来るというところで非常に盛り上がると。何が一番わしが楽しみかというと、やはり合同演舞じゃな。やっと来た。武将隊博覧会の時はな、この三英傑の方々が一緒に合同演舞をやっとったけど、ついにわしがやる時が来た。待っていたんだよ、この時を。これ今までにもこのわしが二人揃って合同演舞をするというのはあったかなかったか。ないかったな。で、今回が初ということで、まあ、ぜひとも見てもらいたい。まあ、三次かなわぬ者たちもな、この現世非常に媒体が、映像を媒体する力というのが非常に強いね。まあ、それでぜひともお目にかかってもらいたいと思っております。もう楽しみで楽しみでしょうがないんだよな、刑事殿。だよだよ、その通りじゃん、清正。おう、うん、そうそう。わしもそう思う。合同演目がな、楽しみで楽しみでしょうがないじゃん。合同演目な、わしとは無関係なやつな。なんでこんなに縁がないかな。こんなにやりたいって一番言ってる、言ってる人間が一番外される。でもいいな、なんか数多の会が当然やるそうだな。そうじゃ、すごい多いな。なあ、何体来るんだったか、数多には。約7。確かに7体。ゆえに、約35の熊本が全員じゃから、まあ約40近くなるんじゃないかと。すごいな、考えたあれじゃよ、文化祭でクラスの出し物みたいなもんよ。クラス全員で何か踊るみたいな。ちょっと下がるからやめて。いや40人って言われる時、現世ではそんなに。まあまあ寺子屋の組になるけど、まあ、そういうのやるって言い切ってるけど、その中に清正も どの辺に立つの。それはお楽しみよ。名古屋の清正はどこに立つの、熊本で。端っこ端っこ。いやいやいや、端っこまでファーって。神なんですけど。どの辺でやるのよ。なんかもう決まっとる、それは。まあ場所は決まっとる。おぉ、じゃあもう今行っていいよ。え、まさこまで。言っていいの。言っちゃダメだろ。どの辺でやるのか知りたいな。で、その40人ってどういった陣形で
やるの、かっこよく、みんなかっこよくに超えて、うわーって20人、20人でこうすごい人数で、そんなに広くない、そんなに広くない、そんな、かっこよくで40でわーってなったらもうとんでもないぐらい。戦場どのぐらいの広さなんですか。詳しくはな、そこまでは、僕はその数値であるとかっていうのはまだ聞いとらんけど、非常に広く使えるということで、やはりタマを大勢揃うし、そうじゃない、40人が踊るって結構な広さがないと。上にな、小谷トーマの共に参るということで、はい、意気込みは頑張ります。ああ私も城頑張るよ。頼んだって、もうなんで言ってんかな。そういう時もある。だって清盛隊の方が連絡来て、刑事さんも来るんですよね、ちょっと行けっつって破り返して、なんで行けないの。まあまあまあ、まあ、でも清正に思いを託して、うん、清正が端っこと踊ってくるに違いない。うわ、もしかしたら、もしかしたら陣形というのは意味があってなすものだから、二人の清正が一番端かもしれない。それなら意味が通じる。そして秀吉様が真ん中、秀吉様が真ん中で豊臣家の父さんがそこでやるわけ、して一人で、あ、なんだ、立っただけかもしれない見守っただけ。いや、まあ確かにその一対一で戦うのもあるけどな。そう、だから盾があるじゃん、そう、ゆえにバシャッと抜いて、いやーってな、抜けていくとかある。あそこ秀吉様が再開で、キューキューってやるとこやるだけ。まあ午前試合のようなそんなような形かもかもしれんな。で、秀吉様ゴールってことで、秀吉様が真ん中確率高い気がする。まあやはりな、やはりそこだって清正の主君だから。だって秀吉様端っこだったら端っこい、あ、いいんですか、拙者ってなるじゃろ。なりもん、秀吉様は真ん中なるじゃろ。多分肥後間さんは思うと思う。そうじゃん、故にこの、まあわしらが挟むから。それに、知っとるだろ、平の方が来るの。そうじゃ、え、譲らんの。何歳年離れとるの。もらっか離れとるな、5、600歳ぐらい離れとるよ。面白くないざっとざっとそのぐらい離れとるけど、まあ、上上のものを敬うというのはもちろん。あと6だったら、お師匠と上田、広島のな、あと広島武将隊の前。そうじゃ、元成子を覚えて、もう年功序列で言ったら、だいぶ端じゃよ。身分で言えば。でもさ、結構端よ。結構偉い方多い。もう、もう年上で身分も上の方ばかりよ。徳川様も来るだろ、一緒に。清正だって、その面々で比べたら、多分もう本当に、あの、増強よ。身分言われたら、萎縮するからね。シュッてなってしまうで。だって、他に清正ぐらいのものおる？もう結構、位高い人ばかりだろう。主演ばかりだな。家康殿もおるし、将軍おって、太閤殿下おって、太政大臣もおって、もう範囲で言えばもう、かなりもう、もう、もう武家の一番上の方々が揃ってらっしゃるで。そうじゃ、それで真ん中でやったらもう、多分今後生きてけんよ。生きてけんか。武将大会で生きてけんよ。干されてしまう。そう、干されるよ。この世界干されるよ。干されもうすか。仕方なかろう、そこ。まあ、じゃあ清正がどのような舞を見せてくれたかというのを楽しみだ。うん。まあ、どういう風にやるかというのも楽しみだしな。だって、あれじゃかな。武将博が披露したの。そうじゃ。そう、まあ、去年な。武将博で。一緒に合同演舞やったけど、わしらはな、後ろにおったで、その時は。やったね、清正が。あと、どうなんだよ、肥後正、よく槍持って、こしょうぐしょやっとるけど、どうすか。おそっちも、槍持ってやる。いや、それはさ、いや、もう、わかるだろ、立ち位置的にこう、ネタバレをさ誘う側よ。引き出してかんと、ネタバレは記者側じゃから、どうなんですかネタバレはどうなんですか、あっさりお答えいたします。だから何日あるんじゃ、熊本遠征は。わしらは、5、6のみじゃ。あ、この戦自体は、あ、4、5か、で、6に帰ってくるんだ。あー、6日に家に、これ、前夜祭もあるらしいんだけど。前夜祭、うん、前夜祭のようなものが、まあ、わしらは、まあ、それには参加せずに、この清盛隊の方々が、まあ、特別な客人として呼ばれるという。まあまあまあ、四国当然。四国当然、四国当然、花歌やるんだ。わしらは、鉄か、まあ、ヒストラーとも鉄かおかはちょっとわからんけども、祈りて
草かなって、あるかもしれんで、まあそれは楽しみです。もとええなぁ。うわ、楽しみじゃろと思う。は、楽しみじゃろ。熊本の半身はな、あれがいいんだ。朝鮮飴。あー、朝鮮飴。え、いかような。あんまりな、そ味付けとかないね。砂糖と、このまあ餅みたいなもんなんだけど、わしが米とかな、昔兵糧使う際にこの練って、まあ、餅みたいにして保存しとったんだけどな、それが現世ではな、非常に民が食べれるということで、昔はなかなか下の民がなかなか食せるもんだったけど、今はこうして美味しく手軽に食べれるということでな。すごい太んじゃん。もうもちもちしてうまいんだな、これが。これは一番好きなんだ、今日は。甘味であるかな。トーマはどうだ。もっとありますよ、いきなり団子とか。お前がいいな、いきなり団子。はいらっしゃいませ。うわいきなり団子。いきなり団子。いきなり団子。他、いきなり団子。いきなり団子、陣太鼓。陣太鼓、かっこいいな、名前がかっこいい、陣太鼓。あんこの、ちょっと固めの羊羹みたいなあんこに餅が中に入ってる。餅がな。それをこう、切って。そうだな。あんこ、あんこ嫌いなものおる。おらんよな、あんこっていうのは多分味噌に続いて最強だと思ってる。名古屋では、名古屋のものであんこ嫌いなもの多分おらんと思うんだよ。おる、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 あんこ嫌い。多分気のせいじゃと、あんこ食べたら本物のあんこ食ったら多分違うの。今まで食べてきたのは偽物という多分あんこじゃない、あんこに似たもの。あんこはすごいよ、なんか飲んでも多分米に塗っても食べれるけど全然。ほら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 あんこ、しょっぱいのと甘いのと一緒に食べると美味しいんだな。何あんが好きなんじゃ。それ聞く。それすごい悩むところよ。粒あんかこしあんかじゃろ。これだいぶ揉めるぞ。多分夫婦でも揉める話よ。こしあんか粒あんどっちよっていう。それ譲らず戦が始まる。もういい。そんなに。でここで取る。多分な、綺麗に半分ぐらい分かれると思う、わしは。粒あん派。はい、ちょっとちょっとピッてあげて、よし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 、こしあん派。ほらちょっとほら、ちょっと大体半々くらいよこれ。絶対揉め事なのよこれ。粒あんかこしあん、これ聞いたらいかんのよ、現世で。絶対聞いたらいかんこれ。また一つ現世の勉強になって。白味噌か赤味噌かは結構な、分かれたりするけど、塩でも違うし。粒あんこしあんはもう、だめ、もう絶対聞いたらいかん。トーマどっち。歌詞によりけ。あバイト以外出したな。確かに歌詞によれ在籍書といったところ。ただただすごいな、変な食い方するんだけど、あんことこううっとるじゃん、こうやってなんかピチンってなったやつ、うっとるじゃん、ピチンってなってるやつで、ピチピチってなってるやつで、でなんか刃物でパッて切ったらニュルって出るようなピチピチしてるやつで、うっとるじゃん。なあ、あそう、袋詰めでうっとるんだけど、それそのまま食わんかな。食べよ、食べよ、食べよ、俺な、こんなもんなやつに入っとってこう、こうなっとってこう、ビシってここ切って、で、最初はこう、すくって食べるんだけど、だんだんこっちの方からゆるってこう出して、で、固まってしまうから表面が、できるだけ新鮮な状態保とって食べる。食べよ、え名古屋人じゃないまあ、やはり熊本に染まったか加藤清正お主は熊本の民か収めとったから3年しかおらんかったよ言ってしまった、3年しかおらんかった言ってしまった、3年しかおらんかったそんなこと誰も聞きたくない人それぞれだ、それ言ってしまったらおしまいだ人それぞれだってみんな違って10人といろって言ったらもうおしまいだからやはりこだわりのある者たちはな、やはりこの東間や刑事殿のように一番美味しくて、やるけどな、私結構誰もがやると思った缶詰派が多いじゃないですか。缶詰量が少なくないか。
あ、甘い、このペチペチするやつは。ペチペチ。結構なんか濃縮されてる気がする。わかるじゃん。ぬるしらは大体、小倉トーストというのがな、名古屋飯有名じゃけど、あれに塗るんじゃけどね。あれは塗らずにそのまま食べるの。他にもなんかありそうだな。例えば海苔そのまま食べるもん、ね、こうやって海苔そのまま食べるよ。それと一緒の感覚じゃん。こういうな、海苔ってこう異国では炙って食べるとかな、ちょっとおしゃれな食べ方とかあるけれども、あんこそのままこうやって、え、食べん、食べる。神との距離感を感じた。全然私多分午前とかであんこだけポンって出されたら全然食べるよ。食べるだろ。早死にしないか。あーでもな、否めんな。早死にする気がする。食べてる時にちょっと自分大丈夫かなと思う時がたまにある。特に半分ぐらい1回食べちゃう。さすがに体に悪いだろうなっていうのはな。それこそなんか血糖値なるものがすごい上昇してる気がする。ピリリリッとなって言って、もう知らんって言って気をつけてくれよ。まあでもそういうな、人それぞれなんか変わった食べ方はやったと思うんだよな。まあまあまあ、確かにな。あるよ。トーマなんか多分もっとすごいと思う。わしがやっとるぐらいじゃから、甘味大王であるトーマなんか甘味大王にふさわしい食べ方。例えば缶詰そのまま食べる。それ紙関係ない。関係ないか。歯が持ってかれるから。困るな。じゃあいつだっちゃって。じゃあ一応開けた手だったら。缶詰。缶詰食べる。私缶詰の中身をそのままガーっての噛むんじゃなくて飲み干すかのごとく甘いシロップなものと一緒に食べるのかなと思ったら、え、なんでその缶詰一緒にガリガリ食べてる。トーマポパイじゃない。さすがに缶詰を鉄食べんよ。いや、トーマ黒金食べだしたらもうわしらもちょっと止めるよ。どうしたの。トーマ消化できませんね。すごいこと、すごいことない。本当に。こんな勘違いだった。見たことあるの。そんなやつ。ないない。いや、やはりトーマー、はい、力強い印象があるで。力強くてもそれ聞いたら終わりと思う。そこまで好きかっていうぐらいだと思ったけど、すまかった。かつては水銀飲んどりましたね。あー、水銀飲んどりました。確かに確かに。元帥じゃ考えられんな。元帥だな、もうそういう危ないものとして指定されてるな。確かに。トーマーでも確かに何食っても腹壊さない印象があるな。気がする。壊したこともあるかな。ない。強い。すごいな。腹壊したこともないけど、すごいな。大抵のもんいける。すごいな。わしは今の大抵のもんいけるっていう一言だけ、いろんな意味が加われてる。多分いろいろ食ったんだろうなっていう感じがすごい伝わった。今試してきて。春になるとあそこに何ちゅうやん、白い花咲くんですよ。あの花を曲がったでしょ。野生だな。野生や。野生すぎる。まあまあまあ、白い、おいしい、おいしい。肉厚ある。あそこに、あそこに。それは蜜とかか。で、花びらとか。で、花びら食べたの。花びら。で、ちょっとしなっとなってくると茶色く変色します。新鮮な白いうちに。新鮮な白いうちに。よく割ったかな、この、こういうチューッと蜜を吸うのは。あ、まあ、よくある。昔からやっとったな、甘いな。一瞬で終わるやつな、あれ。あ、なくなったってなってしまう。なくなって、どんどんな、取ってしまうやつ。もう絶対なくなる先生の怒られる。花びら食べるすごい、上には上がいた。多分一番上じゃと思う。最上級だ、すごい。確かに、わし思い出したわ。平日一緒にいた時に、春の頃だったかな、あの辺歩いた時に、なんか実があって、これ食えんのかって言ったら、トーマが毒味してくれたの。その場でか。その場で。何も構わずに、バッと取って、バケって言って、いや、ケイさん、これはちょっと二号ございます。やはり、取り立てはえぐみが。すごいな。温室育ちのわしからすると、ちょっと考えられない。考えられない。この滝川からこう前田にな、用紙入ってきたわしからすると考えられない。そうか。だって落ちとるもんだからな。落ちとるもん、もう。砂さえ払えよ。けど、トーマ本当に何でも食べる雑食。
皆様も脱色ですぞ。みんな脱色だからな。みんな脱色じゃん。これしか食わんちゅうものはおらんはずでございます。あんこしか食べんちゅうものおらん。な、死んでしまう。死んでしまう。冷静に言うな。腹が減ってきた。そうだな。飯食おう。飯食いに行こう。飯食いに行こう。飯食いに行こう。なんか軽いな。飯食いに行こう。朝、なんか大盛りが多いな。ということで、我ら小料理会人です。そして次は14時30分よりまたこちらの二の丸広場にて我らは演舞を取り行う。その際には皆々腹を十分に満たして援軍つかませること。ではまた会おう。さらばじゃ。ありがとうございました。確かに。